すみだ水族館がこの夏、小学生を対象に始めた自由研究を手助けしてくれるサービス。その名も、夏の自由研究超サポート制度。子どもが興味を持った生き物について飼育員が詳しく教えてくれて、一緒に観察もしてくれるというもの。この日、ペンギンの時間に応募したのは、墨田区に住む葵ちゃん、小学2年生です。ペンギンの時間を選んだ理由を聞くと、ペンギンの本とかあって、それで面白そうだなって思ったから。本を見てペンギンをもっと知りたくなり、今回応募したということです。教室でペンギンの生態についてのお勉強。飼育員が取り出したのは、容器に入ったペンギンの羽。すると飼育員からこんな質問が。ペンギンの匂いって嗅いだことある？どう？臭い？初めて嗅いだペンギンの匂いにこの表情。一体どんな匂いだったのでしょうか。水族館の中を通って続いて向かったのは、ここに飼育員しか入れない場所です。別でバックヤード。そこに現れたのは、おお、すごい。今年5月に生まれたばかりの赤ちゃんペンギンのモモハ。ここではモモハに協力してもらって、ペンギンがどのくらいのスピードで歩くのかを測定します。よーい、スタート。よし。さらにサポート制度では、この後もさまざまな観察や実験を行って、その間専門の飼育員がつきっきり。およそ90分にわたる楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。大人のペンギンは結構歩くのが遅くって、赤ちゃんのペンギンは結構歩くのが早かったので面白かったです。教室ではアクリル板を設置し、飼育員はマスクにフェイスガードをつけ、感染症対策をとってサポートを行っています。すみだ水族館の生き物に近づくことで、もっと知っていただくことで好きになってもらえたらなと思いました。感染症対策はたくさん気をつけておりますので、安心してお声かけいただければなと思います。